じゃあ、こんにちは。ゆだかさん、はい、プロ野球の開幕が、あ、今ちょっとまた、まあね、あ、そっか、ゆだかさん、いつも斜めに挨拶するのなんでだろうと思ったら、はい、マイクにぶつかっちゃうからだ。マイクが当たるんだよ、こうやってだからだいつも何してんだろうと思ってましたいやいや、マイクが当たるからそういうことね。そうそうそう、プロ野球が、まあ、6月19日、はい、開幕というのがまあ、はいはい、濃厚というかになってきて、うん、それに合わせて例えば、まあ、紅白戦みたいなものの日程だとかそういったちょっと大枠がどん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 でき始めて、うん、今来てまして、はい、なんか いろんなこうそれに対する、まあ、記事だったりが載ってるんですけど、まずちょっと気になったのを豊さんに聞いていきたくて、一つ目なんですけど、まずクライマックスシリーズ、これあの、うん、多分なくなるだろうってね、豊さんも、まあ、そうだな、ね、話してたじゃないですか、と思っていたらですね、セ・リーグは一応クライマックスシリーズ中止なんですけど、はい、パ・リーグがちょっと開催する方向で最終調整しているというのが出まして、うん、こんな、これはまあこれあの一つの経済効果だよね。あー、消化ゲーム。まあ消化ゲームって言ったってさ、はい、人が入る入らないっていうのを無観客でやるわけでしょ。ああ、え、じゃあこれはなぜ、まあ、だから放映権の問題だよね。ああ、そういうことか、そういうことなんですね。それとやっぱりこう消化ゲームっていうのはだんだんやっぱりこう人っていうのは離れていくし、はい、視聴率も落ちるだろうし、うん、だからまあそういうことも含めて、うん、まあやりたいということだとは思うんだけどね。なるほど。で、ただ片やさ、うん、片やその優勝したチームがそのまま直で出てきて、はい、なんか一方はクライマックスから出てきてっていうのはなんか温度差があるよね。いや、そうなんですよ、これはいや、だからどうなんだろうっていう、こういうコロナの時期って、うん、足並み揃えた方がいいのかなって思うけどね。そうですね、一緒にっていう、セパ同時に、うん、そう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 。ただこれどうしてセリーグはできなくてパリーグできるかしたら、これなんかあれで、あのドーム球場だったりその天候の問題だったりもあるんですよね。まあ、そうね、まあパリーグっていうのはドーム球場多いしね、利用してるところが、はい、だから自然的にそういうドーム球場を優先的に使ったら中止がないから、うん、まあそういうことなんだろうとは思うけどね。はい、まあ、日数の確保ができる、一方でセリーグはその雨天中止の場合のその予備日も計算に入れなきゃいけないから、クライマックスシリーズまでの日数が取れないっていうこと、うん、まあでも、なんていうの、日程が取れないっていうか、そこをダブルヘッダーにするとかさ、はい、まあ、していけば穴埋めはできると思うけどね。ただ、豊さん的にやっぱりここはセット、パー、足並み揃えて同じ条件でっていう方がいい。だって同じプロ野球じゃない。そうなんですよね。うん、だから、まあ、まあ確かにね、あのパ・リーグが DH 制を使い、はい、まあ、セ・リーグは DH 制がないという、うん、まあその時点で足並みは揃ってないんだけども、それはリーグの個性であって、はい、それは別にいいと思うんだけど、うん、だけどなんかこういう時期だから足並みは揃えたいよね。セとパで考え方が違うとかさ、そうじゃなくて、うん、どっちかね、歩み寄るっていう形をやっぱ持ってほしいなって思うね。そうですね、そこは、うん、思います。なんか温度差が出てきそうな気もするので、だからもう直結でいいんじゃないかなと思うけどね、今年はね。ね、もう優勝、まあ、優勝で、うん、まあそれじゃなかったらもうセリーグも無理してクライマックスやるとか、うん、あ、もうダブルヘッダーも入れつつのクライマックスもやると、うんうん、だからその足並みは揃えてほしいなって思うけどな。そうですね、やっぱ多分ファンの方も多分そう思ってる方多いんじゃないかなと思います。はい、はい、あと例えば対戦カードなんですけど、やっぱり移動のリスクを減らすためにも、うん、こう同一カード6連戦が出てきそうだともう6連戦やりたくないよね同じチームと。いや、俺ら3試合っていうのが、はい、まあ3試合、あ、2試合プラスダブルヘッダーって、まあ計4試合が多分最高だったと思うんだけど、はい、6連戦やると嫌だね。嫌だ、それは何が嫌ですか。飽きるちょっと待って、飽きる、同じずっとチームとやっぱりさ、3連戦やって、まあ例えば移動して、うん、そしたらなんかこう心機一転っていうかさ、はいはいはい、その前の3連戦が悪くても、うん、だからその気分転換によって良くなるとか、で違う場所行って、うん、なんか新鮮な空気を吸うとか、なんか3連敗したらもうどんよりするんだよね
ね、あまだ3つ残ってるって言えばさもうやる気なくなるよね。なんかそうすると大型連敗で6連敗なんてもちろんありえる、ある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 ですよね。だからまあそういうことを考えるとやっぱり投手力っていうのが、はい、まあ、一番だよね。だから前豊さんがこの動画でも内でも言ってたように、投手力のあるチームが今年はやっぱり優勝のチャンスが大きいっていう。そうだね。だからまあ、うん、これはね本当に今年はね監督の采配だとか考え方で左右されるよ。あ、じゃあもうやっぱりその監督経験の有無って大きいですね。大きい大きい、うん、まあ例えばさ、はい、まあ菅野っていうピッチャーがいて、うん、菅野が絶好調だと、エースを当てました、うん、負けました、そしたら6連敗するんじゃないかっていう頭が働くんだよ。ただ逃げるわけじゃないけど、はい、菅野から、はい、菅野とずらすかっていうローテーションを、そういう駆け引きもやっぱしていかないと、やっぱ確実に冷静に勝っていくシーズンじゃないと、うん、これは結構厳しいよ。やられたらやられっぱなしになるよ。だから試合は始まり、はい、捨てゲームも作っていかなきゃいけないということだ。あ、リスクを、負けにリスクを負っちゃいけないということですね。勝ちにリスクはあっても負けにリスクは求めちゃいけないということ。あ、それができるかどうか考え方として、その監督、だからね、とにかく日程も詰まるわけじゃない。で、勝たなきゃいけない、これを落とせないという試合は確実にものにしていかなきゃいけないんだよ、うん、ということはそこにどん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 選手を導入していかなきゃいけない、使っていかなきゃいけない、うん、無理をしても、うん、でもこれはちょっと体勢不利だなと思った時には、はい、どんどん引かなきゃいけないと思う。あー、そうか、引く勇気というか、うん、結局は勝てばいいんだろ、うん、最終的に、最終的に、そうです、最終的に順位上に行けばいいんだろ、うんうんうん、そしたらそういう戦い方ができる監督がやっぱ優勝すると思う。なんかそういう戦い方をしてたのって、落合さんと森重さんのコンビって、その100、あの当時は140まで4試合だったのかな、それ逆算しながら全てこう計算して、うん、負けもあって勝ちもあって、なんかそういう監督とかコーチっていうのが今年はすっごくなんかあれなのかなって思いました、豊さんの話を聞いてて。ないか、あー、なんか、うん、まあだけど、うーん、まあそういう戦略戦術、はい、あとは確率論、うん、これを持って戦わないとやっぱ難しくなるな今シーズンは。だから闇雲にただその試合に勝つとか負けるとか、そういう意味合いじゃなくなってくるってことですもんね。なくなってくる。だからまあ戦う前にみんなシミュレーションはしてると思うけど、はい、対誰と誰の投げ合いで今の打線の調子、相手の調子、うん、そういうことを考えてるとやっぱポイントはいくつか出てくると思うんだよ、勝負のポイントって。だからそのシミュレーションがちゃんとできる監督が勝てると思うよ。監督力が今年はすごいね、パーセンテージ占めますね。問われるよ、すごいですね。で、その豊さんがやっぱり今年ピッチャーがいいチームが鍵になるっておっしゃってましたけど、例えば楽天なんかは、あの伊藤投手チーフコーチが言ってたのが、その第2先発制を導入しようかなと、うん、楽天シーズン序盤は、あの、長いイニングを投げる選手を最低2人は入れたいということで、第2先発ロングリリーフの増員考えてるっていうふうに話してる記事もあったんですけれども、うん、これは、うん、これはあれだよね、先発が崩れた時に、うん、まあ、打線に自信があるんだろうね、うんうん、だからゲームを壊さない、だから途中でロングリリーフが効くその第二先発という人間を数人入れたいということなんでしょ。あ、だからその例えば安楽投手だったりとか、鎌田投手、あとはあの牧田投手なんかもこうショートリリーフ、ロングリリーフでみたいな話も出てきてるみたいなんですけど、そういうことですよね、つまり。まあそういうことだけど、なんていうんだろうかな、森藤さ、はい、ロングスパンでシーズンが行われるのと、はい、短期で集中してやるシーズンってどっちが疲れると思う？どっちがなんか短期の方がすごく集中力は使うような気がします。疲れるというか気は使う。でもね、うん、短期の方が疲れるよこれ。あ、やっぱりそうなんですか。あ、日程的にとか、はい、やっぱ負ける試合がつく、負ける試合を数少なくしていかなきゃいけないから、はい、だから競ってるゲームは絶対取りに行こうとする、無理をするよね。します、します。もうね、これはね疲れるよ選手は。
そしたら第2先発とか言ってるようではダメだよ、はい、あ、ダメですか。あ、ダメ。え、どうしたらいいんだこれは。いや、だって人をそれだけ、まあ楽天の場合は揃えてるから、うん、そういう案が出るだろうけど、はい、だからまあさっきも言ったように捨てるゲームはパンと捨てれないとさ。そっか、逆に選手に負担がかかっちゃうってことですよね、うん、かかる、うん、それじゃなくても短期決戦というのは負担がかかるのに、はい、ただ1試合の緊張感がまた変わってくるもん、短期決戦だと。そうですよね、やっぱ1敗が 1.5 敗の重みを持ってくるから。あ、今シーズンは それが重なっていった時の総数は大きくなりますもんね。労働、精神的な負担、それはね、うん、やっぱ計り知れないものがあるから、はい、そこら辺はやっぱ監督の手腕だよね。あ、そっか、まあ、確かに伊藤が言う、あの伊藤が言ってることも分かるよ、伊藤智人が、はい、そう、ダメだと思ったらスパッと変えてロングが効くやつに変えたい、これはね理想だよ、うんうんうん、やっぱ負けれないから。そうですよね、うん、ただ質量ともいないとそれはできない。そう、確かにそうですよね、うん、ただいや、だからこの前も動画の中で言ったかな、投手力がいいのはやっぱ阪神、阪神、うん、でパリーグではオリックス、はい、まあ他のチームもいいよもちろん、うん、でもなんかこう駒がたくさんいるなと思うのは阪神とオリックスなんだよ、投手の中でね、言えば駒といえば、うん、だからこのチームが台風の目になってくるかな。あと須藤さんが、はい、記事でなんか話してたのもちょっと面白そうなので私ちょっと見つけたんですけど、やっぱりその超変則型同一6連戦になる可能性があるっていうことで、その須藤さんはポイントは、まあ、捕手キャッチャーだっていうふうに話していて、そこはこう例えば相手のバッターを攻略できたキャッチャー、まあ、バッテリーだったら6連勝するだろうし、逆にその攻略されてしまった打者はこの6連戦でもう打率も下げ、もう全く成績不調のまま終わっていくって考えると、やっぱりそのキャッチャーの比重も大きいんではないかというふうに須藤さんはおっしゃってるんですけど、まあ、でもさ、毎試合先発してくるピッチャーは違うわけだから、はい、それはまあそうとは言えないよね。あ、その相手打者の攻略とかっていうのはこれはどうなんですか。いや、攻略ってそのピッチャーだからできただけでさ次の日先発ピッチャーが変わったらさ、攻略できないよそっか、そこは別に簡単なもんじゃないよそ、まあ、そういう予想は立てられるけどね、予想は立てられるけど、はい、俺はそうは考えないよ、うん、あ、じゃあそこはもう ピッチャーそうっていうことですよね。だってさ、うん、じゃあ同じ球種持ってるかとかさ、同じ球質、うん、球質持ってるかっていうとまた全然変わるからさ、でコントロールも違う、球威も違うわけでしょ。うん、それまた新たな戦いが出てくる。だってそのバッターで、対戦相手はウィークポイントは必ず抑えてるんだもん。あ、そっか。だけどウィークポイントでも150キロ超えるんだったらここ攻めてもいいけど、うん、140ちょっとじゃここ攻めらんないっていうのもあるわけだから、はい、だからそれはね一概には言えないよ、うん、じゃあそこはあんまりそこはまあ重要視せずにというか、そこまでシビアになるとこでもないかなっていう、うん、だから対戦相手を考えるよりもさ、うん、この6連戦、あ、こいつダメだなと思ったら、うん、スパッと違う選手に変えられるかどうかだよ。そこですね。あ、だからそれだけ選手の質も量も必要だよね、うんうん、あ、だからレギュラーに変えなきゃいけないわけだから、あ、この3連戦この調子、あ、6連戦調子悪いなと思えばやっぱ代打をパーンと差し込んでいったりだとかさ、はい、そういうことの方が大切だと思うよ。もうスパッとそこで、うん、切り替えというかパッとできるかってことですよね。そうだね。うん、ちょっとこのシーズン、この6連戦は、まあ、3連戦やったところでやっぱ一つの反省として、あ、これちょっとこいつ調子悪いぞとか、うん、で次からの出てくるピッチャーが相性が悪いぞっていう風になってくると、うん、もうスポンと変えるとかさ、変えて次の6連戦のために調整させるとかさ、もうね、いろんな細やかなところにやっぱ気配りしとかないとこれは戦えないよ、うん、ですよね。豊さんが今じゃあ12球団で見るその監督の中で、うん、そういうのがうまくできるだろうなってパッと浮かぶ監督ってとかチームってどこですか。まあ、柔軟性を持ってるのはソフトバンクだよね。あ、うん、これは短期決戦に強いように、うん、
いろんな選手もいるし、はい、やっぱ柔軟に変えられるというかさ、うん、七変化できるというようなそういうことはできると思うよね工藤監督。ああ、うん、いや工藤監督というよりもその質選手がいるから変えられるというだけだよまあそうですね、でも須藤工藤監督も短期決戦と長期決戦ではパンとスイッチ変えるけどね、はい、うん、やっぱりそこは経験値というかそこはそうですよね、うん、ただやっぱ固定で戦わなきゃいけない西武これは苦しいかもわからないよね。そうですね、いや波に乗ったら爆発的な力を出してくるよ。だけどひとたび波が収まって、うん、ちょっとチームが沈滞化してくるとここが苦しいよ、うん、そういう時に、はい、まあ、代表例だけどね、まあ、そういう形がいいかなっていうふうに思う。そうですね、それによってやっぱり選手への負担っていうのももちろん、まあ、軽減されるわね、うん、っていうのもありますしね、うん、いやなんか本当短期決戦にはね、まあ、試合数は減りますけど本当に今年ならではの見方ができると思えばプロ野球面白いな、うん、今年は。まあ、そうだね、うん、まあ、見方視点を変えていくとすごく楽しい野球が見れるかもわかんないね、うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、期待しましょう。はい。はい。